あちさちあちです。こんにちは、えっちゃんです。今回はそのね、食べた分痩せてもらおうと思って生き生き診断プログラムに出てもらいます。わかりました、全力で痩せてきます。生き生きヘルスアップスタジオにやってまいりました。ということでですね、その食べた分を減らすために今日はですね、美人なトレーナーの方にお越しいただいております。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろなプログラムあるって聞いたんですけど、どんなプログラムですか？こちらでは、まず体力測定をさせていただいて、お一人お一人になった体を合わせた運動のメニューを、僕に合ったメニュー、作るんですけども、オキガス分析装置ってものがあって、オキガス、それをやっていただくと、ヨッチさんがどのぐらいのスピードで歩けば効果的に脂肪が燃えるかっていうのが分かります。では、血圧を測ります。血圧を測ったらですね、はい、いきます。これは抜いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。若いわね。168.5 縮んで、はい、じゃあ今度は違う手で組んでいただいて、肩甲骨寄せる感じ。いや、ちょっと待って、肩こりちょっとあるようだったら、これをやってあげると肩甲骨が膨れます。それで足の筋力は、ああ、なるほど。せーの、頑張れ。1、2、3、4。動かないですはい、48。これからのこの測定器がオキガス分析装置ってものなんですけど、この測定で10分間ほど運動を続けてもらいます。今回AT 測定値を取るんですけども、運動を大きく2種類に分けると、有酸性運動、ここは効きますか？有酸性運動、ちょっとわかんないですね。無酸素性運動、ちょっとわかんない。有酸素運動は体の中の脂肪を使って運動している。で、無酸性運動は体の中の糖分を使って運動していて、で、有酸素運動から無酸素運動に切り替わるところにちょうどこの AT っていうのがあって、だからダイエットをじゃあしたいなって言った時に、スポコンだって言って追い込んじゃうと、逆にあんまり脂肪が使えない。なるほど。今日はゆきさんのこの AT が一体どのぐらいのスピードで歩いた時に来るのか、それをちょっと調べさせていただく。わかりました。すげえ苦しそうこれ。これで以上でございます。それでは結果の方よろしくお願いします。はい、ちょっと今データの記入をされているそうなので、僕の方で朝昼晩何を食事でとっているかをお盆に載せていきたいと思います。これもなんかデータに関することなので、朝は白いご飯とか目玉焼き、味噌汁のみですね。種は早い。はい、終わりです。ラーメンでございます。大体ですね、ご飯、味噌汁は基本なんですけど、そこに魚とか肉とかが夜になりますね。デザートはね、全然食べないんで、完食はコーラ、ポテト、バーガー。今僕が選んだサンプルをこの機械の上に載せると画面上にカロリーが出るそうなので、これ今朝食べてます。あー、これ足してくことの昼、夜、全部載せていきたいと思います。夕食三つ星以上光ります。三つ星、あ、これですね、これ、あ、これが光る。そう。過剰に取りすぎてしまってるのが、塩分。15.5g あるんですけど、これってもう、7.5kg ぐらいで、3分ぐらい。7.5kg、3分、時速4km ほどで、ゆっくり歩くのを、走って歩いて。30分、はい、3分交代なので5回、5セットでやっていただいて、週3回、4回、30分ができると、効果的に体力が半年後につきます。今回はですね、こういうデータを、出していただいたんですが、すごく運動不足だなということが分かったので、今回はですね、本当に
最善の、トレーニング方法を教えていただいたので、それを活かせられたらなと思います。大沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました、皆さんぜひですね、長野県にある池の平ホテルの、健康生き生き診断プログラムに来てトレーニングしてみてください。なんとこちらでは魔法使いプリキュアに会えるそうです。楽しいゲームコーナーや記念撮影、またプリキュアオールスターズに会える 3D シアターなんかもあります。それでは早速中に入って遊んでみたいと思います。プリキュア迷路となっております。なのでこうやってスタートで向こうにゴールがあるんですけれど、行ってきます。意外と長い。おはい、このようにですね、限定のグッズコーナーもあります。これ魔法使いプリキュアのやつだったり、これはプリキュアオールスターズなんで、多分いろんなキャラクターが書いてある手ぬぐいだったり、お菓子とかも売ってて、結構お土産も十分に揃っております。気持ちどうだった？あー、おかげさまでもう肥満体質でしたよ。その分ね、しっかり運動したからね。私はね、はい、隣のプリキュアのね、ところに行ってきたんだけど、マジカルが本当可愛いしね、もうね、なんかすっごい大きい黒板あったから絵描いてきた。絵描いてきた、うん、まだアートを見せてきた。ちょっと見せつけてきた。本当にね、動いたからもう、うん、お腹空いちゃったね。バイキング行こう。バイキング、あ、でもね、美味しいからって食べ過ぎたら元も子もないので、食べ過ぎちゃダメだよ。はい、ということでこの動画もよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。止まった。